Title. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.はい、じゃあ今回訓練30日目、やっと30日目ですね。はぁ、長かった。はい、ほんで、まあ今回のお昼ご飯はなんとラーメンです。めっちゃメンマとね、メンマと肉が美味しかった。はい、でまあそのラーメンが真ん中にあって、でなぜかご飯あってラーメンとご飯ってすごいね、炭水化物にどんどんって感じで、で上の右上、左上にナムルが置いてあって、ほんでお茶がこうメインディッシュのラーメンの上側に置いてて、ほんで何右側に何やったっけ、なんかキャロットゼリーみたいな変な名前のやつが置いてあって、まあそんな感じでした。はいはい、ほんで1時間目ね、炭地の時間は直進の直っていう感じ、まっすぐとかのね、で熟語を言いましょうっていう感じで、出てきたのが直毛、髪の毛まっすぐみたいな、直毛とか直視とか日直、学校、小学校とか中学校とか日直ね、黒板に名前書かれるやつね、はい、今日日直当番ですって言うて、夜間持ってってやーの当番ですね。はい、あとはなんか何、おはようございますのあとはなんかそのおはようございます言わされる当番みたいな、起立礼着席当番みたいなのが、日直ですね。はい、ほんであとはなんかね、産地直送みたいなとか、正直素直とか、まあそういう感じですね。直伝とか、あとは宿直、まあ寮とかね、そういうとこ、ドミトリーとかに住んでたら、まあ、宿直当番みたいなんがあるんですけど、宿直当番みたいなんがあるんですけど、まあ、それですね。はい、もう漢字の説明はね、簡単すぎるんで省きます。はい、でまあ垂直とか、あと何かなあとはなんか実直とか、そういう言葉ですね。直立不動、あとも何やろな、まあそんなもんです。はい、あとはなんかね、クイズみたいなやりましたね。なんかちょっと忘れたっていうか、そのメモに書いてる内容をこう書いてるんですけど、内容を忘れてしまったんで、書いててもね、もう判別できるやつじゃないんで。マジで多分判別できひんわ。はい、っていう感じなんで、ちょっと忘れたんですけど、面白かったんが、こう、なんていうんかな、3つとか4つ漢字のね、熟語、仮面とか、そういう熟語4つの中から、熟語3つか、熟語3つの中から、まあ、漢字ピックアップして、でそれを4回繰り返して、じゃあその3つの熟語から使わなかった漢字、まあ、3つとか2つとかちょっと忘れちゃったけど、まあ、それで使わんかった漢字から4文字熟語を作ってくださいみたいな問題やったんですけど、それが面白かったですね。なんかもう2つ目ぐらいでみんな答え分かってて、 FX じゃんとか、なんかまあ答えが仮想通貨やったんですけど、まあ1個目の漢字のセクションで、まあ、仮っていう
地位が分かってとかってどんどんその仮想通貨っていう答えに近づいていくんですけどね。なんか早い人やと 2つ目とか3つ目とかで分かる人もいて、すごいなんかもう面白かったですね。はい、っていう感じが1時間目の隅地の時間でした。はい、次は何やろな、展示何やろなって展示これはね前回と一緒なんかずっと、まあ、数字に関することやってるんですけど、まあ、大括弧中括弧小括弧が終わってで、その次はとうとう出てきました、あの数字とひらがな、まあ、50音を足した、まあ、文章ですね。例えば、まあ、こんなやつ読んでないけど、あの太郎くんは、あの太郎くんはの時点で私めっちゃ読む遅いからさ、あのうんぐらいで絶対つまずくんよねそうだから太郎くんは例えばね、太郎くんは、縄跳びを2回跳びましたっていう文章をやったりとか、まあそういうだから数字と、まあ、50音をうまいことミックスさせたその文章、ちょっとだけ長い、まあこんなに長い文章やらないんですけどね、まだ読めないんですけど私が、なんかちょっと長い文章をやっていくみたいな、そういうなんかあの問題をやってました。はい、でまあだから私の読むスピードが上がればもうちょっと速度が進むんですけど、これ4週ぐらいやってる気すんな。はい、数字だからそれだけね数字難しいんやろうなって思います。はい、慣れてない新しいことなので、はい、よく頑張ってると思います。自分で言うのもなんですけど、うん、はい、まあほんで次が、まあ、パソコンで、パソコンも一緒、あのねビジネスタイピングのねやつがね割とね問題数多くって、今までやった割と3週ぐらいやったらもう全部打ててたんですけど、まあ、今回のやつは何週やっても終わらん感じがするぐらいなんかもうビジネス文章が多すぎてなかなか大変なんですけどね、全然終わらんやんと思って、まあこなしていってますね。あのご連絡くださいとかさ、あとはなんか実直にどうのこうのとか、あの早急に対応しますとか、そういう例文が出てきて、それを耳で聞いて、まあ、漢字も、ね、誤字脱字もなく綺麗に打つっていう練習なんですけど、はい、そういう感じです。はい、でまあせやな、ほんで、3時間目言った、4時間目歩行訓練なんですけど、歩行訓練はまあね、あの施設から駅までずっと行くっていうやつで、私の場合は目つぶってやってるんですけど、まあまあ怖いんですよ。ほんで今回の課題は、まあ電柱がなかなかね分からへん、まあ、電柱なんてそうそうパッと分かるもんちゃうなって思いました。はい、あとは、今回あったハプニングが、あの歩道のねまあやったら車道側に気づいたら自分が進んでて、その歩道はあって、こう歩道あります、ほんで車道でかいじゃないですか、やのにこう縁石っていうか、その溝蓋をたどってってるはずの私が気がついたら、あの縁石のあのなんていうんですか、車道に近い側の歩道の端っこのね、あのカッタンカッタンするとこあるんですけど、そこをたどっていってて、あの落ちかけるっていうのを経験しましたね。ああ、そういうこともあるんかと思って、なんかあの考えが浅かったなと思って、あのやっぱりね人間の感覚ってすごいなって思いました。あのこうやって思ってる、だ空間認識で頭で描いてる、まあ、触覚使ってるけどから、なかなかあれ今だって縁石じゃないや、あの溝蓋たどってたやんとか、私の場合溝その時たどってたんで、その溝たどってたやんって思ってたら、車道側近くのそのもうなんかもう足グキってなりそうなところに自分の足がおってグキってなりかけたんですけど、
いやもう意外やったなと思って、ちょっとまあこういうとこにも気をつけようって思いました。前回は、ちなみに前回は溝にはまって足グキってなってるんですけど、まあ、そういうとことか、あとはまあ壁に白杖ガサってなったりとか、あとなんかその何コンビニのフェンスのとこに白杖挟まったりとか 地面に白杖挟まったりとかして、割となんかねいい経験値積みましたね。で今回私が意識してたのは、前回前々回からもうずっとやけど、ずっと意識してる姿勢プラス、あとはなんか歩行速度、どうしても、まあ、目閉じてて怖いから速度落ちるんですよね。だからそれが嫌で、なんか効率重視しちゃうから、なんか速い方がいいなって思ってて、だって街歩いててさ、そんなのろのろ歩いてる人おらんから、正味まあ関西でゆっくり歩いてるとちょっと気使うわけですよ、個人的にですけど。気使うからなるべくちょっと、まあ、普通の人のテンポ重視で歩きたいなと思ってて、訓練の途中最後の方にね、ちょうど後ろからまあまあな速度でなんか若い人が喋りながら、まあ、同じぐらいの年代やと思うけど、会話の内容的にその喋りながら、まあ、とことこね歩いてたから、その足音はその聞こえてたから、とりあえずその、まあ、同じ足音、まあ、多分ヒール履いてたんやろうな、だから分かりやすかったんやろうけど、そのヒールの音を聞きながら、それに合わせて自分の足の速さを調節するっていうのをやってて、でも意外に多分まあ訓練の先生ついてるからやろうけど、それが大きいと思うんですけど、意外にキープできたんで、その人たちのおかげもあって、一瞬やったけど、やった試みは。だからその1回目の時ね、それで行って、で折り返しでその日2回通しっていうか、行って現地から戻ってきて行ってっていうのをやったんですけど、まあそれで、まあ、2回目はその歩く速さを速くするっていうのをテーマにやりました。でちょっとまあ次回は、まあ、できたら歩幅もちょっと伸ばせたらなと思って、歩幅が小さいとやっぱりその股関節がちゃんと動いてくれてない感じがするので、まあその減量とか歩く方法としてもあんまり良くないかなと思って、なるべくちょっと大股意識で歩こうと思います。私の場合はですけどね、そういうふうにして歩いていこうかなって思いました。はい。次。まあ、歩行訓練はね、こんな感じです。まあ、電柱にぶつかったり、なんかよくわからへんやつにぶつかったり、三角コーンにけつまずいたりとか、まあ、いろいろあるんですよ。車の音聞こえへんかって怖かったりとか。視覚障害の人がね、耳いいんやろって言いますけどね、そんな、言うてそんなですよ。私は。私はやけど。言ってそんな。だから私ね、車の音ね、気づくの苦手なんで、まあ、そういう人が単独歩行してどうなって思うけど、自分でも思うけど、でも、そんなんなんか誰かと一緒やったら、おもんなくはないけど、しんどいし気使うやんか。だから、なるべく自分で好きなとこ行きたいから、今、歩行訓練。その、なるべく自分で好きなとこ行きたいから、なるべく歩行訓練頑張ってるんですけど、まあなんか前途多難よなと思いながらやってます。まあでもね、千里の位置もなんちゃらとか言うんで、まあね、ぼちぼちやっていく感じですかね。はい、そんなとこで、30日目は終わりたいと思います。で、次、31日目。31日目は、私の誕生日の前の日ということもあって、美味しい、なんかね、おしゃれな、何、鶏肉の料理、鶏のもも肉やったかな、使った料理をやりました。まあ、使った材料は、塩と、あと、胡椒と、ローズマリーってなんか、葉っぱ。葉っぱって言ったら、おしゃれ感ゼロやけど、私からしたら、ただの葉っぱやんって、葉っぱのなんか棒やんって思ってたやつを、こう、振りかけて作るやつで、まあ、なんで試したかって言ったら、グリル私、使ったことなくて、なんか家にグリルあるけど、掃除めんどくさいから絶対使わんとってっていう謎の掟ルールがあるんですが、まあ、なので、まあ、なかなか、
ね、グリル料理する機会もなかったからしたいなと思って、まあ、グリル使いたいです言うて、なんか誕生日っぽいレシピありますか言うたら、そのレシピだったんですけど、まあまずね、鶏もも肉、まあ、胸肉でもいいけど何でもいいけど、鶏肉に、まあ、皮ついてるから、皮に、まあ、フォークでこうまんべんなくこうフォークでうわーってこう刺していって、お肉にで反対裏向けて両面フォークで刺していって、でその次は、お塩、手にね全部お塩ある程度使いそうな分量入れます。ほんで手からもうパラ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 、あの鶏肉にパラパラしてったらいいんですよ。ほんでまあね、手についてんのもったいないと思ったら、手でこうやってゴシゴシして、あのまぶしてね、これを両面ね。ほんでまあ胡椒も同じ要領です。胡椒も手に一旦乗っけて、そんなんシャーって振っても、その胡椒振るやつとか回すやつとかあるけど分量分かれへんやんか。まあそれで分かる人はそれでやればいいと思うけど、はい、分かりにくいっていうか、どのぐらい入れたか実感ないっていうのちょっと嫌やからっていうのもあるのと、まあ、最終的に、まあ、見えへんくなった時のために、まあ手にとりあえず、あの胡椒、塩、まあ、別々にね、まあ、塩胡椒があったら別だけど、はい、でまあそれをこう手で一つまみやって巻く、はい、巻くまぶすっていうのをやって、で最後ローズマリーも一緒、ローズマリーも手に一旦バーって出して、あの蓋キュッキュッキュッってあの出して、手にちょんちょんちょんってこうやりながら出していって、ローズマリーただの葉っぱやな思いながら、はい、それをローズマリー手に取って両面ねまぶしていって、まあ、なるべく塊に、もう塊になったら、まあそれはそれでねいい味出ると思うんでいいんですよ。はい、でまあひっくり返して両面やって、でそれできました。ほんなら、まあ、グリルに普通にのっけ、普通に言うて、まあ、あのはみ出へんようにとか注意しながら、まっすぐなってるかとか手で触ったら分かるから注意しながらやって、ほんでまあガチャン言うて閉めて、で5分両面5分、まあ片面大体最後の片面は7分ぐらい焼いたけど、まあね、その焼く前にあの串で刺して、まあ、お肉の状況を確認しとくと、焼けた時と全然違うから、はい、まあその判別の方法、皮がついてたら、訓練士さん曰く皮ついとったらそのぐさってやっても通らへんらしくて、お魚もそうです、あのこう通ったとしても通りにくかったりするんで、だからその違いを、まあ、調理前に確認しとく。で焼けたかどうかはその竹串とか竹串が一番いい、あの突き刺して確認するっていうのを、まあ、やって、でできたのがもうめちゃくちゃ美味しかったですね。あんな葉っぱ言うと悪いけどあんな葉っぱがこんな味になるんやと思ったぐらい、いやほんまに、なんか葉っぱに失礼やけど、葉っぱとかローズマリーに失礼やけど、いやもうそのぐらいほんまにね、そう思ったぐらいね美味しかったんですよ。はい、っていうのが、まあ25日の訓練でした。はい、まあそんな感じで、まあね、いかに安全に調理するかがやっぱり大事なわけですよ、私たち視覚障害者にとったらね。これは先天的になった人もそうやし、後天的になった人関係ないけど、まあ、見えへんくなっても料理はできるっていうことは確実。え、噛んだ、せっかくいいとこやったのにな、いいこと言おうとしてたのに。はい、ね、確実にね、料理はね、やった分だけうまなるんですよ。そんな見えてる人ができんねんから、そりゃ当然こっちもできるよっていう感じなんです、私からしたらね。そんなん見えてへんだけでできひんことなんてほぼないと思ってるんで、あの運転、車の運転とか、あのね、ヘリコプターそんな運転する人ほぼほぼおらんと思うけど、まあ車とかね、そういうなんていうかな、運転とか船とかの自転車とか、そういう運転ぐらいで、まあ運転とかじゃなければできるし、あとはそのまあ、機械関係の仕事とかじゃなければ見えてる人できると思ってるので、っていうか工夫次第なんですよね。見えへん人知らんのもあるし、知ろうともしてない見えてる人たち、まあ、からしたら、
視覚障害持ってたらできること少ない、何ができるんって言ってすぐね、あの面接現場でも切ったりするけど、そうじゃなくて知ってもらうことが先なんですよ、こっちからしたら。だからまあとりあえず雇ってみて考えようぐらいに思ってくれた方が楽です。はい、てかまあできひんことの方が少ないんで、だってまあね、手も足も動く人もおるやろうし、まあ、手も足も難しい人もおるけど、だけどだからといって調理できひんわけではないと思ってるので、とかまあその最近はまあハンズフリーでできるもの、まあ、ボタンが押せればなんとかなるものとかもあるので、まあ、手の障害があってもできることもあるし、車椅子の視覚障害の人でもできることは何らあるので、私はねそう思いますけどね。だからなんか見えへんからっていちいち制限かけられんのもしんどいなっていうところが本音ですね。だから訓練通ってるけど、そういうところでいつも葛藤するんですよね。ここではまあ訓練受けてできることが増えてるけど、正味現場出たら現場っていうか、そのね、あのまあ言うたらオープンワールドと呼んでますけど、あのね普通に現実世界に出たらそうじゃないなって思うようなことがたくさんあって、やけどここでへこんでる暇は全くなくて、もぐくしかないから、知ってもらうしかないじゃないですか。知ってくれへんって言って泣き言言ってるよりかは、まあ、知ってくれるように自分から動いていって、まあ理解してくれへん人はそれまでの人やから、もうなんか自分で頭打って勉強してなぐらいで置いといたらいいと思うし、ほっといてもいいと思うし、うん、私はなんか理解してくれへん人で、かつわーわー言ってくる人はもう正直人生相手にそれだけ人生損やと思ってるので、うん、同じ空気も吸いたくないぐらいなんですけど、ひどいな。まあ、でもやけど一応その大人の対応っていうか、その人間的に対応はするよ、あの優しく。やけどその理解も示してくれへん、なんなら結構わーわー言ってくる人に対して、私は別に人生そこまで深入りせんではいい、せんでいいと思ってるので、ほっとらかそうと思ってるんですけど、そんなとこでね、まあ31日目の訓練、2月25日の訓練は終わります。はい、じゃあありがとうございました。チャンネル登録といいねとコメントよろしくお願いします。はい。